インテリアコーディネーター一次試験サポート講座を開始いたします。今回は CBT 試験模擬体験シリーズということで第1回目です。昨年から、CBT 試験が、導入されました。この試験はパソコンの画面上で、答えるという形式になっております。ということで、スマホ画面で解く2014年の過去問題ということで、2014年の過去問50問全問をこの動画で掲載しております。通常紙で、練習される方が多いとは思いますが、画面上で、一度体験するということも必要かなと思います。この動画の使い方は、動画自体は連続的に流れますが、1問ずつ動画を止めて、で画面で回答するという形で勉強を進めていただければと思います。なおこの動画は、問題のみを掲載しております。回答につきましては、別途、発売中ということです。では早速スタートいたします。続きましてコマーシャルです。 IC 一次年度別過去問題集電子版の発売のご案内です。今回発売する、過去問題集は IT 活用教材ということで、 IT リンクで楽しく合格するシリーズという、名前を付けております。特徴は IC 業界初のスマホで学ぶ過去問題集です。そして新発想ですね、インターネット活用教材ということで、解説は YouTube 等の動画で深く学ぶという、形式を採用しております。こちらがその表紙です。ということで、ラクトレの建築資格スクールのホームページのネットショップにて、発売中ということで、よろしく、お願いいたします。
最後、購入方法のご紹介です。ラクトレ建築資格スクールのホームページのネットショップで、先ほど、ご紹介した落書き表や、宿舎業務を、発売しております。お求め方はラクトレのホームページの、左下の方にラクトレネットショップというボタンがありますが、こちらをクリック、してもらいまして、ネットショップの方へ、行ってもらって、そこから、ご購入をしていただきたいと思います。ご購入の検討をよろしくお願いいたします。以上です。